爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。5分経過。リロードのようなボールか。ゴール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 。ダンビリバブルゴール。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。蹴り込んだ。中に絞ってきた。シュート。ああ、これはもったいない。ちょっと力んでしまいましたね。左へサイドチェンジ。勝ちたいプレー出ています。前半25分。ワンツースライディング、スペースができている。もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。走り込んできた。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ、中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。コーナーキックです。
後半10分が経過しました。ワンツー、さあここからどう攻める、センタリング、ボールを囲んでいきます。これはゴールキック、外してしまった。これは決めなければいけない。おっとファールを取られました。選手の交代です。キーパーファンブル、ディフェンダーも必死です。主審笛を吹いた。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。試合時間は75分を過ぎました。主審ファウルを取りました。ドリブル狙ってきた。コーナーです。さあチャンス到来。空中戦、オフサイドの網にはかからない。中へ上げた。スローイン、スローイン、ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。接戦をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。